目のキーワードです。4年間のヨーロッパ放浪。はい、そもそもこう、ヒロさんのそもそも話を伺いましたら、はい、放浪の旅をしていたと。そうなんですよね、うん、まあ一番最初に放浪したの19の時で、ここ卒業してもう僕すぐ行っちゃって、でトータルで、まあ、最後が一番最後は4年間のヨーロッパ放浪だったんですけど、はい、それまずそれを含めるとトータル 7,8 年ぐらい、こう書き直さなきゃダメじゃない。あ、でもまあ途中帰ってきたりはしてたんですよね。あ、そうなんだ。何してそんな放浪ってできるもんなんですか。あの、猿岩石って言ったでしょ。猿岩石言った。そう、中学校の時に猿岩石がめちゃめちゃ流行ってて、で、うわこんな世界があるんだって思って、で、僕あの、キレる17歳だったじゃないですか、の世代なんですよ。あ、はいはい、今、キレる17歳の世代は、うん、30歳ですね。味噌汁を迎えております、ね。それで割となんかその、なんだろう、人生って何なんだみたいなことを言い出すやつがなんか結構いて、そう僕もなんかそういう 何がしたいんだろうみたいなことを考えてて、ちょうどその時に猿岩石とかが影響力大きいですね。 あの番組大きかったです ね僕には、うん、自分探しの旅に出ました。いや、自分探しの旅に出ました。あ、本当に出たとこがすごいね。札幌ご出身ですもんね。そうですね、札幌にもそんな骨のある若者がというような気がします。皆さん、はい、これでありますけど、それで、まあ、そのトータルで8年ぐらい、7年8年行ってて、うん、まあ、その中で、いや最初本当に楽しくて、うわ、なんだこれみたいな。もうだって中国、初め中国行ったんですけど、中国で何食べていいか分かんないから、マクドナルドに行ったんですよ、とりあえず。で、マクドナルドに行って、こう並んでたら、僕と福地さんぐらいの距離で並んでるわけですよ、うん、まあ、こう縦にね、うんうん、そしてここに人が入ってくる。横入りしてくるんですけど、日本じゃ考えられない。考えられない。すごいでしょ。すごい。そう、生存競争激しい。激しすぎ。命の価値がなんかもうガクンと落ちるみたいな。あ、なるほど。もうすでにカルチャーショックですね。いや、たかがマック行っただけで、うん、もう3日で帰ろうかと思ったんですけど、マジでびっくりして、なんだここはみたいな感じで、でもやっぱりそれが、うん、なんか楽しくて、うん、なんか好きなんじゃないですか、そういうなんか痛めつけられるのは。あれ、なんだっけ、大道芸してっていうのは。あ、そうそう、大道芸も、それヨーロッパ行った時。あ、ヨーロッパ行った時、はい、あのジャグリングを僕やってまして、ジャグリングやってまして、うん、で大道芸で、まあ、全然お金もなかったんですね、だから大道芸で、まあ、ちょっとその辺で小銭を稼ぎながら旅行する。そんなことできるもんですか。大道芸やってチャリンチャリンってやるじゃないですか、はい、ああいうこう投げ銭もらいながら、はい、旅ってそんな4年もできるもんですか。あ、なんかもう追い込まれたらなんとかなるみたいな、うん、へー、うん、すごい。キレる17歳やる。やるときはやりますね。そんな感じでで、まあ、帰ってくるきっかけってあったんですか、その放浪を辞めるきっかけみたいな。放浪を辞めるきっかけ、まあ、途中でその放浪をしてたって、最後にヨーロッパに行ってた時なんですけど、うん、その最後にあのダンスに出会って、はい、ダンスに出会います、はい、うん、でそれがやっぱりすごい楽しくて、すごい自由な、うん、あのダンスだったんですね、はい、コンテンポラリーダンスなんですけど、コンテンポラリーダンス、はい、でそれがきっかけで、うわこれは面白いって言って、自分のその、まあその時ジャグリングをすごいやってたんで、芸の幅は絶対に広げられるなと思って、うん、でそこでダンスの出会いがあって、まあ、その他2年ぐらい活動してたんですけど、うん、でも4年行ってたから、うん、いやもう一回帰ってみようかみたいな感じで、うん、で帰ってきたんですよ、はい、うん、帰ってきた時は日本語がすぐに出てこなかったそうですよ。出なかったですね。そんなもんなんですか。4年行ってるとやっぱりなんかスペインに ずっといたんですけど、なんか帰ってきて1週間ぐらいは考え事がスペイン語になってて、そんなもん。そう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 。で日本語が片言になってる。怪しい。ありがとうみたいな。あ、はい、うん、そう、スペイン語混ざってましたもん、僕最初。
ルオーシュが見たく CCC とか言ってなんかえみたいなはいはいはいっていうのにスペイン語 CCC って言うからなんかはいと C が混ざってあ CCC みたいな、そうそうそうすごい奇妙な、あ面白いですね、浦島太郎でした、そんな札幌に戻ってきて浦島太郎でありながら、と教文との出会いがあるんですよね。そうですね、で、まあ、札幌に帰ってきて、まあ、3、4ヶ月いやどうやって活動していこうかなって考えてて、まあ、その知り合いのとこでパフォーマンスやったりとか、ってやってる時にあの、まあ、教育文化会館でコミュニティダンスっていうあのダンス の, そのワークショップと講演をやっていて、まあ、参加者募集っていうチラシを見つけたんですよ。で、なんだこれって思って、でも僕あの海外から来てたんで戻ってきたじゃないですか、でそのコミュニティダンスのダンスカンパニーがアメリカのカンパニーだったんで僕なんとなく親近感があったんですよ、あなんかこれなんか近い、札幌にいながらにして、そうそうそう、海外のそういう、そうそうそう、まあ、みんなと一緒のことができる、そうなんかチラシに載ってる黒人とか白人の、なんかダンサーとかおばちゃんが、なんか近い気がして、なんか懐かしいなって思ったのかもしれないです、逆にね、そう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 、で、まあ、行ってみたらそのコミュニティダンスっていうのがすごいあの斬新なコンセプトでやっていて、その、まあ、バリアフリーでやってるダンスカンパニーなんですけど、まあ、障害のある方もダンサーとして活躍をしてるし、はい、あとその全くダンス経験のない人、まあ、60歳まで、お役所勤務で退職してからダンス始めましたっていうそのダンスカンパニーのメンバーとかもいるんですよ、あとはもう子供の頃からずっとあの訓練されてるダンサーの方もいるっていう、すごいバリアフリーなダンスカンパニーで、これ面白いなと思って、すごいだからなんだろう、ダンスの作り方もユニークなんですよね、そのワークショップと公演が終わった時に、まあ打ち上げの時なんですけど、あお疲れ様でした、いや面白かったね、いやこれで終わったらもったいないなと思って、これで終わったらもったいない、そう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 、で打ち上げの席で、いやちょっと続けましょうよみたいな感じで、って言ったのがきっかけで、まあそれがそのコミュニティダンス部の前身みたいな感じで、まあ多分何人か有志が集まって活動を始めたっていう感じですね。このようにコミュニティダンス部が出来上がりました、では3つ目のキーワードにいきたいと思います、